お姉ちゃんの旦那さんかっこよくない？私、お姉ちゃんの旦那さんが欲しいんだけど。何言ってるの？おお、それならミサ、カナに譲ってやれよ。ミサはまた違う男を見つければいいだろ。お父さんもカナもありえない。冗談でも笑えないって。今は結婚式中だよ。え？冗談じゃないけど。ああ、いたって本気だよ。ねえ、ちょっとやめましょうよ。お母さんは黙ってて。そうだ、お前はいつも通りニコニコ笑って黙ってればいいんだよ。お姉ちゃん、このワンピースちょうだい。いいよね、もらっちゃっていいよね。ちょっと、なんで勝手に私の部屋から持ってくるの？ダメよ、あげるわけないでしょ。え？だってお父さんがいいって言ったから。はい？お父さんが？お父さん、そんなこと言ったの？お姉ちゃんなんだからいいだろう。カナに譲ってやれよ。ミサはまた買えばいいじゃないか。いいわけないでしょ。そうやってお父さんが甘やかしてばっかりだから、カナがこんな風になっちゃったんだよ。なーに？お姉ちゃん、こんな風ってひどくない？こんなに可愛く育ったじゃん。ねえお父さん。ああ、そうだよな、カナ。とりあえずもらうから。ダメだって、それは大切なワンピースなの。ちょっとカナ、お父さん、それはあんまりじゃない？それはミサのものだから。お前は横から口突っ込んでくるんじゃねえよ。そうそう、お母さんには関係ないでしょ。お母さんはいつも通り黙ってればいいの。いや、でもとにかくこのワンピースはあげないから。チェッ、ケチ。まあいいよ、お父さんが新しいの買ってあげるから。やったー、お父さん大好き。ああ、私はマサコ、50歳。娘のミサとカナ、そして旦那のケンタさんと4人で暮らしている。ケンタさんは自分によく似た妹のカナを溺愛し、ミサにはいつもあんな調子。私がもっと強く言えたらいいんだけど、前にケンタさんに意見したら手を挙げられたトラウマがあり、強く言えない。本当に情けない母親だ。ミサに申し訳ない。どうしたらこんな自分を変えられるんだろう。もう無理か、こんな年だし。こら、そんなことしていいと思ってるのか。もしおテント様が許したとしても私が許さんぞ。うわあ、なんだこの姉ちゃん。怖い。うわあ、逃げろ。ちょっと待て、そこに直れ。離せ。離せよ、母ちゃんに言いつけるぞ。言いつけられるものならやってみろ。貴様らがやったことはな。なんだ、小学生ぐらいの子たちが高校生ぐらいの女の子にすごい形相で怒られてる。小学生たちは泣いてるし、これは助けてあげた方がいいかも。ちょっと、そこのお姉さん。あ、なんだ、今は取り込み中なんだ。何があったか知らないけど、そんなに怒らなくてもいいんじゃない？小学生なんだし。ダメだ、そんなことはできない。え？どうして？もう少し優しくしてあげても。怒らないのが優しさなのか。え？こいつらは野良犬に石をぶつけて遊んでいた。それは間違ってる。誰かが言わないとこいつらは一生気づかない。そのまま大人になった時、損をするのは誰だ。それは、だから今のうちに私が貶めておくんだ。でも反省してるようだし。これはただのポーズだ。こいつらはちっとも反省してない。そんなわけないよ、だってこうして泣いてるし。隙あり、逃げろ。待てこら。あ、本当だった。怒らないのが優しさなのか。そうだね、
私が怒らないで逃げてきたから、ミサは嫌な思いをしてるし、カナはあんな風になっちゃったんだよね。確かに優しさではない、ただの逃げだ。それは分かってるけど、どうしても怒れないんだよな。ただいま。ねえお姉ちゃん、今度のお姉ちゃんの結婚式のご祝儀、私にちょうだい。買いたいブランドのバッグがあってさ。あげるわけないでしょ。いいじゃないか、たくさんもらえるんだし、少しぐらい分けてあげても。そうだよ、ご祝儀の一つや二つ分けてくれたってバチ当たんないって。ご祝儀ってそういうもんじゃないから、何と言われようが絶対にあげません。ねえお父さん、お姉ちゃんめっちゃくちゃケチなんですけど。困ったもんだな。困ってるのは私だっての。また変なことになってる。ここでガツンと言えたらいいんだけど、私が何か言ったら余計にややこしくなるもんね。それにこの前言われたのに、もし言ったら黙っておくしかないか。ああ、その数日後。あれ？あの子たちはこの前の。犬さん、この前は本当に本当に申し訳ありませんでした。これ犬さんに食べてほしくて持ってきました。慰謝料だと思ってください。うん。許してもらえたようだぞ。よかった、犬さん本当にごめんなさい。誰しも過ちはする、ただそれを繰り返さないことが大切だ。肝に銘じておけよ。はい、銘じます。わかりました、ちゃんと覚えておきます。よし、さてと、私はこれからこの犬を保護犬のカフェに連れていくが、お前らはどうする？俺も行きます。俺も。そうか、ならついてこい。ねえお姉さん、そこでボランティアとかできないかな？うん、俺たちできたらしたいんだけど。聞いてみてやるよ。すごい、あの子たちを改心させちゃった。すごいっすよね。あれがアミさんの凄さなんです。え？あなたたちは？私たちはアミの友達っす。はい、アミさんはすごいんですよ。人を貶めるためなら何でもするんです。たとえ自分の損になるようなことでも。ただ私たちがアミさんの損になるようなことはしませんけどね。ああ、ちなみにアミにとっての貶めるは相手を幸せにするって意味すから。相手を幸せにするか。私もアミさんみたいに貶められたら今の状況が変わったのかも。今の状況？それってどういうことすか？ああ、いや、なんでもないわ。話してみてくださいよ。ここで会ったのも何かの縁です。意外と他人の方が話しやすいことってあるじゃないすか。そうね、じゃあ聞いてもらえる？そして私は偶然出会った椿さんと小春さんにうちのことを話した。ひどい母親なのよ私。いや、雅子さんというより旦那さんがひどいんですよ。手を挙げるなんてありえないっす。でもそれを恐れて私何も言えなくなってるから、結局ダメな親なのよ。どうにかしたいんだけど。それが分かってるならダメな親じゃないと思うぞ。え？アミさん？いつの間にたすか？おとしめの必要があるところに私は現れるんだ。子供らと犬を置いてパッと戻ってきた。ダメな親じゃないって。でも実際こうして何もできてないし。でもどうにかしようと悩んだんじゃないのか？それは。それだけでお前は立派だ。暴力ってのはな、恐怖で支配するものなんだ。つまりお前は今支配されている状態。そんな状態なのに旦那に立ち向かおうと考えられただけでお前はすごい。胸を張るといい。アミさん、アミさん、どうにかしてあげられませんかね。アミ、何か落としめのアイデアはないっすか？私を誰だと思ってる。落としめの女王アミだぞ。
おとしめのアイデアなど腐るほど持ってる。それじゃあ。ああ、早速おとしめようじゃないか。雅子と言ったな。今から家に。ちょっと待って。実は明日ミサの結婚式で、できたらそれが終わってからが。じゃあ明日にしよう。え？今の聞いてた？聞いてたと思う。ま、明日を楽しみにしてるんだな。そしてその日の夜、明日やることが LINE で送られてきた。嘘でしょ？こんなことするの？でもやらないと私は変われない。きっとミサはこの先も嫌な思いをする。カナのことも変えられない。やるしかないか。きっとこれがラストチャンスだ。そして翌日。うわー、披露宴の料理めっちゃくちゃ美味しい。おかわり欲しいな。これ食っていいぞ。ちょっとそれ私の。ああ、なんか文句あるのか。あ、いや。ありがとうお母さん。とっても美味しい。というかさ、お父さん、私欲しいものがあって。ああ、なんだかな。あのね。そうか、じゃあミサのところに行くか。今ちょうど新郎はトイレに行ってるみたいだしな。あ、ちょっと二人とも待って。お姉ちゃん来たよ。結婚おめでとう。いや、孫にも衣装ってやつだな。お前でもドレスを着ると少しはマシじゃないか。どうも。カナ、本当に結婚おめでとう。うん、ありがとうね、お母さん。それでさ、実はお姉ちゃんにお願いがあってきたの。お願い？ご祝儀をちょうだいとか言うのは無理よ。ああ、それはもういいの。お父さんがブランドのバッグ買ってくれたし、お姉ちゃんの旦那さん結構かっこいいじゃん。私、お姉ちゃんの旦那さんが欲しいの。何言ってるの？ミサ、カナに譲ってやれよ。ミサはまた違う男見つければいいだろ。ほら、男なんて地球上にいくらでもいるしさ。お父さんもカナもありえない。冗談でも笑えないって。今は結婚式中だよ。え？冗談じゃないけど。ああ、いたって本気だよ。ねえ、ちょっとやめましょうよ。お母さんは黙ってて。そうだ、お前はいつも通りニコニコ笑って黙ってればいいんだよ。いい加減にして。はあ？何、急に大声出して。ミサの結婚式でそんなこと言うなんて非常識すぎるわ。あなたはカナのことを甘やかしすぎ。もう少しミサのことを考えてあげてよ。ああ、カナ、あなたはそれに甘えすぎ。全部自分の思い通りになると思ったら大間違いよ。こんなことしてたらいつか痛い目に遭う。お前さ、誰に向かってそんな口聞いてんの？最近従順になってきたと思ってたらまだそんな反抗心残ってたわけ？ああ、帰ったらお仕置きしないとな。お父さん、また手を出すつもり？やめてよ。うるせえ。ちょっとお母さん、お父さんに謝った方がいいってね。いつもみたいにお母さん謝って。謝らないわ。ちょっと、どうしちゃったのお母さん。それならそれでいい。まあ、帰ったら泣いて謝ることになると思うけどな。泣いて謝ることになるのはどっちかな。ああ、なんだお前は。雅子、よくやった。椿、小春、うつせ。はい、わかりました。了解せ。何が始まるの？これは今のやりとりの動画？おい、ふざけるな。消せ。今すぐこの動画を消せ。式場のスタッフ聞いてるのか。お仕置き？奥さんに日常的に手を挙げてるってこと？最低。違うんだ。これは違うんだ。いいえ、私たちが幼い頃から父は、父の言うことに母が逆らうと手を挙げていました。
今は母が逆らわなくなったから亡くなりましたが。おい、カナ、嘘だと言ってくれ。全部嘘だと。あ、いや、マサコ、お前から言え。そんな事実はなかったと。事実ですから、そんなこと言えません。皆さん違うんです。これは違うんです。私はそんなことしてません。信じてください。お願いですから。こうして会場中の人に健太さんが私にやっていたことがバレた。そして親戚中から責められ、私と健太さんは離婚。健太さんは私に慰謝料を払うことに。健太さんは今勤めていた親戚の会社を追い出されて、日雇い労働でなんとか食いつないでいるらしい。慰謝料の支払いのために背負った借金もあるので、生活はかなり苦しいようだ。健太さんの支配から解放された私は今娘たちに今までのことを謝り、カナとの関係を再構築している。カナはもっと反抗するかと思ったが、思ったより話を聞いてくれて改心してきている。カナ自身も本当はあのままじゃダメだと思ってたのかもしれないな。もともとはカナ優しい子だからね。結婚式の時も私のことを思って謝るように言ってくれたし。本当にありがとう、アミさん、ツバキさん、小春さん。あなたたちのおかげで今カナは改心して、ミサとカナの関係も修復したわ。本当にありがとう。私たちはただきっかけを作ったに過ぎない。お前が娘たちを貶めたい、その強い気持ちがあったからこういった結果になったんだ。お前の気持ちが呼び込んだ結果だよ、アミさん。そうですよ、私もそう思うっす。でも私も今回は勉強になった。勉強に？ああ、暴力に支配されていても娘たちを貶めたい、その思いでお前は旦那に立ち向かったろ。その母親の貶める力の強さ、尊敬に値する。私もお前のような貶める力を身につけていかないとな。世界の人々を貶めていくには必要なことだ。私はまだまだ修行が必要だってことが今回のことで分かったよ。さてと、修行のために山にでもこもってくるかな。や、山っすか？修行といったら山だろうが。ああ、私も行きたいです。熊鍋って食べてみたいんですよね。つばきさん、何ちゃっかり熊を狩ろうとしてるんですか？私、幼い頃からお父様に危ないから熊は狩るなって言われてて。当たり前っす、誰でもそう言うっすよ。そうか、それじゃあ椿、お前を熊鍋で貶めてやるとするか。ちょっと、アミまで何言ってるっすか。熊を狩るのはさすがにダメっす、危ないっすから。よし、椿、行くか。はい。ちょっと話を聞くっす。ああ、もう心配だから私もついてくっすよ。やっぱり小春さんも熊鍋食べたかったんじゃないですか。そういうわけじゃないっすよ。ついでに鹿やイノシシも狩るか。ああ、ジビエパーティーですね。さあ行くぞ。うわ、なんでこうなるんすか。猛獣狩りに行こうよ、鉄砲だって持ってるし。もう椿さんが楽しそうだからいいっす。気をつけてね。その数日後、アミさんたちがうちにイノシシのお肉を持ってきてくれた。本当に勝ったんだろうか。アミさんのことだ、本当に勝ったんだろうな。クマは狩れなかったと悔しさで涙目になってたし、その日の晩はありがたくミサとカナとミサの旦那さんの4人でボタン鍋を食べた。いやー、本当に美味しかったし楽しかったよ。こんな風に4人で鍋を囲むことができたのも全部アミさん、ツバキさん、小春さんのおかげだ。感謝しかない。ありがとう、本当にありがとう。